主力コーチのイメージが全く、そうやって考えたら今これもう3年ぐらい続けてタイガースのエラー数が多いね。これはどういうふうに思ってるの？よくね、甲子園は土のグラウンドやから言うけどね、そんなことはないと思うよね。スローイングミスとかね、うん、キャッチングミスだけじゃなくて、よくだから上から見てたらね、うん、どこ守ってんねんっていうのあるでしょ。守備位置とかね、はい、そういう準備の段階で準備不足みたいなね、あのエラーのつかないエラーね、エラーのつかないミスね、それがいっぱいありますね。これいっぱいあるほんといっぱいですね。中継とかね、連携とかでね、一つの類生かしてしまう、与えなくてもいいやつを生かしてしまったりとかね、そういうのが通崩れね。岡田さんの解説っていうのをね、僕が聞いてて面白いよ。だから細かいところに気がつくからね。だからよく、どこの持ってんねん、ね、だからそれが面白くてね、なかなかね、そういうところまでね、言わないでしょ。だからね、やっぱり監督、長年やったね、人の、まあ、目だなと思いながらね。だから、ね、打った、ね、抑えたよりも、もうそういうところ気になるね、そういうところがね。目が行ってしまうんですよ。もうテレビだけ見てたら、ピッチャーとバッターの勝負だけしか見えないんだけど、テレビはね、実はいろいろね、これ、三塁線開けすぎちゃうかとかね、思ってたらなんかそこ抜けていくんよね。もう